皆さんこんにちは。メインの方少しずつ進めていますが、今103のライチュウまで来ました。でね、このステージ3匹ステージになってまして、単純に抜群に固めようとすると地面2匹とメガワークなんですよね。ただこれでやりますと結構めんどくさいんですよ。このように初期配置でバリアにピチューとピカチューとライチュウがバリアで覆われてると。なので事実上この3列は操作できないんですよね。まあ後々手に入るメガポケモン使えば対処できるっちゃできるんですけども、これメガ進化するまではどうしようもないんですよね。そういう意味では3匹ステージといえども非常にやりづらくなって、上におまけにバリアまで張ってくると、メガ進化しないことには話になりませんね。でも今一番メガ進化早くできるのは多分タブンネだと思いますので、そのタブンネをメガ進化させたいものの、なかなか上からタブンネが降ってこないとこうなっちゃうんですよね。やっとメガ進化、メガ進化さえすれば上の方のバリアをタブンネ効果で消せるので少しはね。なので多少はやりやすくなると思ったんですが、そうでもないですね。この上がとにかく解除できなきゃ、下はともかく上が解除できなきゃどうしようもないですね。うん、これで結局倒せませんね。まあ、あと一歩という感じですよね。んで、こういう風に、初期配置でもう固定で、特定のポケモンがいる場合は、正攻法で、抜群で固めようとしても、なかなか厳しい時がありますので、こういう時は少し頭を柔らかくして、もういっそのこと手持ちにその固定配置されているポケモンを入れてしまうというのも作戦だと思います。要はピカチュウとピチュウが手持ちに入ってるんですよね。ああ初期配置にいるので、もうそれを手持ちに入れてしまうと。でメガワークも多分ねでもいいですけど、バリアさえ解除できればもうあと適当にコンボすれば倒せると思いますので、縦ジグザグのメガリザード Y 色違い、まあ、抜群ではなくてむしろ今一つですけども、逆にこれでどんな感じになるかやってみましょうか。さっきは抜群で固めて倒せませんでした。で今回は手持ちにピチューとピカチュウを入れてます。そうするとこうなるんですよね。うん、上の方のバリアは解除少しされましたね。あとはまあ、メガ進化もしたいんで、少しバリアも解除させながらメガ進化はした。メガ進化したのはいいですね。もうこれであとは適当にコンボして、ライチのところだけはねさすがに自力では解除できないので、ここはもうリザードンでこうやって壊れるのを祈るぐらいしかできないですね。ただもうこうなってしまえばほぼバリアなくなりましたんで、あとはリザードンで適当にジグザグさせると。あーいいとこやってきましたね。バリアをちょっとピカチュウとピチュウが混じってると見づらいですけどね。うん、ダメージの入りは全然良くないですけども、でも明らかにさっきよりも全然早く、まあ早くというか全然残りターンがまだ8ですけども、全然余裕で倒せそうな感じですよね。はい、8残し。でもこんな感じで、今まではね、単純に特にそれほど激しいお邪魔とか変な初期配置のステージっていうのはあんまりなかったと思いますので、基本的にはメガワークプラス抜群で固めれば、特に問題なく攻略できたと思うんですけども、まあ、今後こういった初期配置に特定のポケモンが入ったり、あとは特定のポケモンをお邪魔に出してきたりっていうステージが増えてくると思いますので、まあ、そういった時には少し作戦を立てて攻略するだけで全然倒しやすくなったりします。今回の場合は抜群ではなくて、あえて今一つであるピカチュウとピチュウを手持ちに入れて初期配置をもう先に壊すと。でメガワークはなるべくコンボがしやすいメガリザードン Y 色違いを入れて、結果的には全部今一つになってますけども、全然早く倒せましたね。そしてライチュウゲットしました。
応ね、月メインの135をクリアすると、これ多分一気に解放すると150まで解放できるのか。ね、次135がね、おそらくメガゲンガーだと思います。で、メガゲンガーは非常にメガクとして使えるポケモンで、週末にアスをやる上でも、ゲンガーがいると非常にやりやすくなりますので、次は135を目指して少しずつ進めていきたいと思います。すれ違い。受け取って30回。ライフ1個。そしてチェックイン。はい、ライフ5個。明日は経験値アップ L ですね。もう11日ですか。500コイン。ちなみにこの講座向けの最初からやってるポケトルのデータは基本夜しかプレイしていませんので、進捗がそんなに思わしくないと思います。なので、まあゆっくり慌てずにやっていきたいと思います。前回の動画で申し上げましたように、まずは色違いのメガリザード X にメガ進化できるリザードナイト X、 これを手に入れてから本格的にいろんなポケモンをゲットしていくと、特にイベントポケモンの方。なのでそれまではメインをゆっくり進めながらっていう感じでいいかなと。あとはメガスキルアップを少しでも貯められるように頑張っていきたいですね。135をクリアすると、さっき申し上げたメガゲンガーにメガ進化できる上に、レベルアップというイベントステージがあります。で、レベルアップのステージではいろんなアイテムが報酬としてもらえて、その中にはメガスキルアップも含まれますので、できれば次の火曜日ぐらいまでに135までクリアしておきたいですね。では今日はその他ですと、マニアースとビクティニーは先週もやってますんで省略して、でそれ以外のポケモンも特にいいかなと。でサファリを紹介すると昨日申し上げましたけども、それ今日の枠ではさっきライチュウを紹介しましたので、一旦ブルンゲルだけをやって終わりにしましょうか。ブルンゲルなんだっけ、抜群で固めれば大丈夫ですね。なかなかゲットできないんですよね。もう今日5日目かな、土曜日なんで、あと日月と2日です。ただ8週間に1回来るイベントですので、ゲットできなくても慌てなくていいと思います。とにかく上にバリアがあるとね、非常にやりづらいんで、さっきのライチのステージもそうですけども、なんで上の方から解除させつつ、メガ進化も狙いつつって感じかな。うん、この辺まで来れば大丈夫だと思います。あとはもうメガ効果で。あれ、やばい。これ倒せるかな。はい、ゼロ手残しでしたけど行けました。あと昨日もう来年でいいやと言いましたハロウィンゲンガーの方は一応パワーアップを使ってゲットしておきました。あ、ゲット してなくても大丈夫です。ちょっと1年後でだいぶ先になっちゃうんで、気持ち的に。おっと、これは捕獲しておきたいですね。スーパーゲットチャンス来たんで投げます。あー、来た。5日目でスーパーゲットチャンスが来たっていう感じなので、7日間あるんで1回ぐらいはスーパーゲットチャンスが来るんじゃないかなと、まあ、運ですけどね。でこれで明日以降少しいいことが起こります。また明日紹介します。はい、ブルンゲルをゲット。1日マーチャンなので手も、表示からは消えます。メガカイロスランキングどうでしょう。今ビクティニーが来てからね、駆け込みも増えてスコアがどんどん上がっていきます。 S クラスは今ボーダーが29万、そして私のスコアが今10万ですけども、今ボーダー9万台の 20% E クラスまだキープできてますね。なんだかんだでメガスキルアップ2個。ただあと1万しかないので
多分落ちると思いますね。ただその下が今6万台なので、この 30% には入れるかなと思います。はい、そんなところで、今日はブルーンゲルをゲットしたのと、それから、ライチのステージみたいな初期配置とかに特徴があるステージでは、少し作戦を立ててやると、攻略しやすくなるといった紹介でした。では引き続き頑張っていきましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。